バシキール人、バシキール人は、主として、ロシア連邦のバシコルトスタン共和国に居住する、トュルク系民族。自称はバシコルト。1989年のデータで、ソ連領内に144万9千人が、居住していた。人種は、モンゴロイドをベースとするも、コーカソイドの地もかなり、混じっている。言語は、トルク諸語の北西語群に属するバシキール語。 主要宗教はイスラム教スンリー派である。1910年頃のウラル山中のシベリア鉄道におけるバシキール人の点鉄種。セルゲイ・プロクジンゴルスキー撮影のカラー写真で世界最古の一枚ミハイル・ワルタモノフはバシキール人はもともとスキタイの一部族バスクであり、紀元前千年期にトュルク族の精神に際してトュルク語に言語交代したものと推測した。 一方、バシキールの名は10世紀のアラブ資料に現れ、マジャガルという表記も見られることから、ソ連のエストカレフは、生戦しなかった、マジャル人が、マジャルマジャガルバジャガルバシクルトと名称を変えていったと考えた。7世紀から8世紀、バシキール人の祖先は、遊牧国家ペチェニエグの構成遊牧民の一部として、統合されており、カスピ海沿岸及び北カフカーズのステップに、居住していた。 9世紀から10世紀、南シベリア、中央アジアのトゥルク系諸民族は、バシコルト連合に統合された。アッパース朝以降に表された、チリ書などのアラビア語資料では、バーシュギルド・バチャードとして現れる。922年に、アッパース朝、カリフ・ムクタディルが、現在の火山周辺を支配していた、ブルガールガン国へ施設を派遣し、その施設に随伴した。 イブン・ファドラーンが予定を記録している。バシキール人たちの居住地域は、このブルガール化元国に隣接していたようである。イブンイコール・ファドラーンの報告によれば、バシキール人中において、夏や冬、風雨、樹木、馬、水、宙や、天地などに神が宿り、中でも、天の神が最高であると認識されていたようで、イスラム教よりもシャーマニズムが優勢だったことを指摘した。 十一世紀から十三世紀、バシキール人のオグズ系とキプチャク系の2杯への文化が認められた。千二百三十六年頃にバトゥヒキール、モンゴル帝国の西方遠征軍によって、ボルガ川流域のブルガール地方を征服し、これらの地域は、ジョチウルスに併合された。シュなどの十三、十四世紀のペルシア語、アラビア語文献では、バーシュギルドを、ボルガ流域地域とは別に、 ポーランド王国やハンガリー王国を指す場合もあった。14世紀後半、ジョチ王家宗主の一族であるバトゥ家の断絶などに、伴い、トカテムル家系やシバン家系など、ジョチ王家の暴流の勢力が台頭し、残余の暴険王族間の主導権争いの結果、ジョチウルスは、中央政権による統一を失って事実上分裂、崩壊した。15世紀前半、 これらのトカテムル家系などの小王家は、火山半国の北西部、西シベリア半国の北東部、ノガイオルダの南部及び中央部に散分された。ロシアによる火山半国の征服と併合後、1662年から1664年、1675年から1683年、1705年から1711年、1735年から1740年、 1755年にご度の反路放棄が起きた。17世紀から18世紀、カルムイク人の一部と中央アジアのサルト人の一部がバシキール人中に同化した。バシコルトスタン共和国の大統領を務めたモルタザ、ラヒモフ1834年、バシキールの放棄。1864年のロシアによるトルキスタン併合後はタタール人の通訳の役割で、 統治機構に組み入れられた。1917年のロシア革命の際に、イデリューラル国を建国し、アフメトゼキベリィラ、バシキール人民族主義者らによりバシキール人の独立運動が行われ、シベリア出兵では独立運動、バスマチ放棄を起こしコルチャークの白軍とも連携したが、ソビエト政権の攻撃により解体された。1937年、ロシアの構成下で、 バシキールジチソビエト社会主義共和国憲法が採択された。バシキールジチソビエト社会主義共和国は、ボルガ川中流とウラル山脈の間に位置する。1990年10月、バシキリアは主権国家バシコルトスタンを宣言したが、ソビエト連邦の解体に伴い、1992年3月31日より、ロシア連邦の構成共和国、 バシコルトス単共和国となった。現在の言語は、チュルク諸語の北西語群に属するバシキール語であるが、もともとはこの地域に居住していたフィンウォール系が母体となっている。ウィリアム・レブルックの旅行記には、バスカトゥル人という名で記され、バスカルトゥル人は、ハンガリー人と同じ言葉を使い、牧人生活をしていて都市は一つも持たず、その領域は、西方で大ブルガリアに続いてます。 後に、ハンガリー人として知られるに至った、フン人は、このバスカルトゥル人の地域からやってきましたと記している。このようにはじめフィングゴール系である、ハンガリー語を使用していた、バシキール人は7世紀以降、東からやってきたオグズ、ペチェネグ、ボルガブルガール、キプチャクなどのトゥルク系民族の影響を受けて、次第にトゥルク化していき、13世紀のジョチウルス支配下で、 完全にトゥルク系に変化した。バシキール人はモンゴロイドをベースとしているが、高ーカソイドも濃厚に混じっている。遺伝子は、ハプログループ R1 ビットを47.6%の高頻度で持つ。ついで、ハプログループ R1A が26.5%、ハプログループ A の 1C が17%となっている。その他に、トゥルク系の遺伝子である。 ハップログループ C2 が低頻度で見られる。ありがとうございます。